ジャック・ブリットンはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。アイルランド系。元世界ウェルター級チャンピオン。ニューヨーク州クリントン生まれ。史上屈指の技巧派ボクサーと評される。1905年デビュー。1915年、マイク・グローブに判定勝ちして、空位だった世界ウェルター級王座につくが、同年8月31日、英国の猛ファイター、テッド・キッド・ルイスに12回判定負け、王座を失う。ここから、カウンターを得意とする技巧派ブリットンと、激しい攻撃を売り物とするルイスとの、歴史に残るライバル対決が始まる。タイトルを取ったり取られたりの両者の対決は、1921年までの6年間で、計20度にも及んだ。通算戦績は、ブリットンの4勝3敗1引き分け12無判定で、1921年2月7日の最後の対戦後、王座を保持していたのはブリットンだった。1922年6月27日、ライト級の名王者、ベニー・レナードの挑戦を受け、13回反則勝ちしている。1922年11月1日、トイ・ブルドッグ、ミッキー・ウォーカーに判定で敗れ、王座を奪われた。344戦104勝27敗21、引き分け190無判定に無効。ありがとうございます。